オスマン・東ローマ戦争は、オスマン帝国と東ローマ帝国との間で行われた戦争である。最終的にオスマン帝国が勝利し、古代から続いたローマ帝国は完全に滅亡した。部族長、オスマン一世は13世紀末に遊牧民族を引き連れて、アナトリアへ姿を現し、周辺のトルコ人の小国家やキリスト教徒と戦い、14世紀初頭頃に、 オスマン君広告を設立した。アンドロニコス2世、パレオロゴスは、カタルーニャ傭兵団を雇って、オスマン軍を打ち破った。だが、資金不足で賃金を支払うことができなかったため、傭兵団は、アナトリア各地を略奪し始めた。そのため、アンドロニコスの長男ミカエルは、傭兵団のリーダーのロジェド・フロールを暗殺した。これに激怒した、傭兵団は、 コンスタンティノープル周辺を荒らし、さらに、アテネ公国軍を打ちまかして、アテネをアラゴン王国に献上してしまった。傭兵団との戦いと、その後のアンドロニコス2世、パレオロゴスとアンドロニコス3世、パレオロゴスの定位継承の内戦で、東ローマ帝国は荒れ果ててしまった。オスマン1世の後を継いだオルファンは、サカリア側を越えて、東ローマ領へと進出し、 1326年にブルサを奪い取った。1329年にはペレカノンの戦いで東ローマ軍を破り、1331年にニカイアを、1337年にはニコメディアを征服した。さらに周辺のトルコ公国を併合していき、オスマイクン公国は他の勢力に比べ頭一つ抜き出た存在になっていった。 1352年には、東ローマ帝国の内乱に介入、ヨハネス6世、カンタクゼノスの援軍として、トラキアに出兵し、ヨハネス5世、パレオロゴスの軍勢を打ち破った。同年がリポリを征服した。オルハンの後を継いだ村と一世は、1362年に、エディルネを征服して、ここを首都にした。さらに、村と一世は、ブルガリアやセルビアの諸国を降伏させて、 オスマン軍に組み入れていった。その兄弟化した軍勢によって、1391年に東ローマ帝国の都市、テッサロニキを獲得した。以後東ローマ帝国は、オスマま池の家臣のように扱われ、村と一世の後を継いだ、バヤジと一世は侵入させた東ローマ、ブルガリア、セルビアの諸軍を引き連れて、アナトリアのサルハン、アイドゥン、メンテシェの諸公国を征服した。 1395年にはコンスタンティノープルの包囲を行っている。1396年には西欧からやってきた十字軍をニコポリスの戦いで打ち破った。バヤジトは東ローマに止めを刺すべくコンスタンティノープルを攻撃し続けたが、1402年に東からやってきたティムールにアンカラの戦いで敗れ、オスマン帝国は一時解体を余儀なくされた。 滅亡するかに思われたオスマン帝国は15世紀に入り、メフメト一世によって再統一され、ムラと二世によって再建された。ムラと二世は東ローマ帝国が後演していた偽、ムスタファを打ち負かして後継者争いに勝利し、さらに東ローマ帝国を再び侵入させた。さらにブルガリア、セルビア、アルバニアといったバルカン諸国を攻略していった。 この頃になると、もはや東ローマ帝国は、コンスタンティノープルとペロポネソス半島を領有するだけの小国になり下がっていた。1430年代には、バーゼル公会議やフィレンツェ公会議で、カトリック教会と東方正教会の東西合同も検討されたが、様々な事情で紛糾し、まとまることはなかった。マヌエル2世、パレオロゴスは、西欧諸国を訪問し、 その息子ヨハネス8世、パレオロゴスは、フィレンツェ公会議にも出席して、援軍派遣を要請したが、西欧諸国の反応は冷淡で、誰も応じる者がいなかった。1451年に即位した、メフメト2世は、コンスタンティノープルを包囲して1453年5月29日に、攻め落とし、最後の皇帝コンスタンティノス11世ドラガセスも、戦闘中に、行方不明。 イスタンブールと解消して帝国の首都とした。1456年にローマ教皇カリストゥス3世が十字軍結成を呼びかけたが実施されることはなかった。1460年に東ローマ帝国の地方政権であったモレアス先生綱領を1461年にはトレビゾンド帝国を征服。地方からの剣道従来の望みもついえ東ローマ帝国は 完全に滅亡した。西ローマ帝国滅亡2000年ほど遅れてのことで、古代ローマ帝国の系譜も途絶えた。なお、東ローマ帝国末期には、パレオロゴスアサルネサンスが開花し、フィレンツェ公会議への出席や、帝国滅亡に伴って、イタリア方面を中心に流出し、西欧のルネサンスに多大な文化的な影響を与えた。ありがとうございます。